はいえー、ゆうなや,やさん、よろしくお願いします、えー。かぶさん、卵料理は料理人の技量がわかるって、父親の弟がコックさんをしていたんで、よく言っていますようんなるほど。そして、今、緊急地震速報が出ました。伊豆と静岡県だそうです。最大震度は5弱だそうです。いやですね。いやー、地震続いてますね、うん。一体どうなってしまってるんでしょうか。地震がかなり多いような気がしますね。 うんはい、そして 195t さん、よろしくお願いします、えー。地震速報が出ました、2023年の5月22日、えー、16時42分ごろ、震源地、えー、新島、えー、神津島近海、最大震度が5弱だそうです、うん、マグニチュード5.3、深さが10キロ、えー、緯度、経度、北緯34.5度、東計139.2度。 5弱、東京都豊島村、4が東京都新島村、3が静岡県牧之原市、東伊豆町で観測したということでございますね、はい、えー、先ほど僕も見たんですけども、あれから結構群発してこの辺りで地震が起こってますねで、つい1週間ぐらい前でしょうかね、八丈島近海でも地震が続いていましたが、なんか関係あるんですかね。うん そしてちょっと待ちくださいね。はい。ド、えー、ダミは、毒をダミにするで吹いちゃいましたが、名前の由来は実は一説がそれに近いです。惜しい。うん。語源を探る講談社文芸文庫によると、毒ダミは江戸中期の儒学者、荒、えー、井白石の語学書、東芽に、毒をダミとする、ダミするとあり、それが語源らしいです。うん。ダミとは共生する、止めるの意味で、 毒を治す、えー、阻止するという草の意味をのことです。ダメするなんていう言葉は知りませんでした。うん。別、えー、の説として、毒痛み、えー、毒や痛みを取るという意味の毒痛みがなまったという説。2番目、毒を前層に溜め込んでいるから毒ダメ、えー、毒ダメイコール毒を抑える薬草がなまって毒ダメになったという説があります。 なるほどですね。意味的にはどれも毒を抑える的な意味から来てるっぽいですね。うん。なるほどですね。ってことは僕が思っていたあのことが少し近くてよかったです。なんか適当に言ってしまったんですが、なんか毒ダミ、うん。毒をダミするっていうことですね、ほんとね、うん。ダミするっていう言葉は知りませんね。ダミっていう言葉は聞いたことありますよね。うん、はい。 えー、マスミンさん、よろしくお願いします。カくん、こんばんは。空海様からいじめ保険があると知り、驚きました。驚きでした、うん。うちの息子たちが通った小学校は、全校生徒が1000人超えの大きな小学校でした。うん、そこでは、いじめについて厳重な指導がありました、えー。正確なプロパガンダを忘れてしまいましたが、いじめは絶対にダメ。いじめは格好悪い。いじめなんてダサい。のような感じで、 良い意味で生徒たちや保護者を洗脳していたような流れでした。こういうプロパガンダあるんですね。うん。キャッチフレーズも忘れてしまいましたが、全部忘れてるじゃん。うん。上に書いたような文言があり、えー、全校生徒からキャッチフレーズとキャラクターを募集し、優勝キャラクターが選出されました。うん。そして、その一番人気のキャラクターだと、キャッチフレーズの入ったバッジが作られて配布されました。非常に良い,い取り組みだと思いますよ。とても良い,いですね。 うん、バッチは通学防止や名札と一緒につけていたというように記録しています。そんなことやってるんですね。現在、このような取り組みをしている学校は多いんでしょうかすみません、いいですか。あの、こういう取り組みしていることを知らなかったですえ。あんまりないんじゃないでしょうかね。あの、少なくとも聞いたことないので、うん。はい、えっと、他の皆さん、こういう取り組みしている学校ありますかうん。 ゆうねやさんもいとです。かぶさん5月23日は世界カメの日だそうですよ。うん。カメの日はカメに関心を向け知識を深める日だそうです。えー、かぶさんはカメ好きですか私は前に飼っていました。ちゃんと冬眠もしていましたよ。海神ミミはいいですね。うん。なんか神秘的な生き物に感じますね。それから、あ、ちょっと待ってくださいね。はい。それからカメは縁起がいい生き物らしいですよ。うん。なるほど。あの、僕カメ大好きですよ。 うん、おばあちゃんがミシシッピ赤身ガメを飼ってましたね。うん。はい。えー、と僕もカメ、いろんなカメいますね。ウミガメ、リクガメ、いろんなカメがいて、リクガメはちょ、すごく大きいですよね。うん。ウミガメ、確かに神秘的な気がしますね。なんか、なんでしょうかね。アトランティスっていう感じしませんかね。でアトランティスっていう感じがします。カメはすごい可愛いと思いますよ。うん。まあ、ベルギーにはいないかな、カメは。 でも日本にはね、石亀とか岩亀とか言いますよね。うん。マルティンさんよろしくお願いします。卵焼きうまくできたら一人前。寿司職人として一人前として、卵焼きは必須らしい。なるほど。なぜか寿司屋で厚焼きの卵焼きって頼みますよね。うん。この卵焼きの出来が、良いとそこの寿司屋は美味しいとなるらしく、お寿司屋さんに通う常連さん、つまり通の人はまず、 卵焼きを頼むへーそうですす面白いですねあのお寿司なのに卵を頼むんですね。それで最後は手巻きの上で締めるとか、うん、20代前半の頃一1人で寿司屋に入る時も取り立てあったので、若い子が1人でカウンターに座るから、珍しい曲でいろいろ教えてもらいました。ほうほうほう、すごいですね。1人でお寿司入ったんですね。なかなかちょっと僕はできないんですけども。ね、なるほど。卵焼きの味で。 お寿司の美味しいかどうお寿司屋さんが美味しいかどうかっていうのを測るんですね。これはなかなか勉強になりましたね。うん。面白いですね、これね。うん、はい、えっ、ー、と、ゲストさん、よろしくお願いします。かぶさん、失礼します。ゲストです。思い出してしまって、少しまずこのチャンネルの方々は皆さん、本当にいろいろ知っていて、して。 いいいらしてすすごいなと思います自分も狭く深くというところがあるので、まる46とか、うん、乃木坂、あ乃木坂、全然知らず、松井ちゃんなんちゃだって知らないと言われ、西部の今のカウントとが言って、ハットがいろいろ多々あります。まる坂と言われても、スペイン坂くらいしかあって、スペイン坂っていうのあるんですね。 すみません、スペイン風邪は知ってるんですスペイン坂っていうのは今知りました。矢沢さんも聞いて、うんうんと思って、どうしても愛がすべてさ、あの人しか出てこず、違ってました。うん。未だにピンときていませんというのをですね。あと、サイクリングの話あったんで、今チ、チャリブって結構人気で、ベルギー製だと思うんですがリドレ、リドレー乗ってる人もいますね。うん、いますよ。3台くらい持って高いんですよね、これが。リドレーってのはあるんですね。 中国の田舎の方にとってすごい本当に日本人に優しくて女で言うなら韓国人はうるさい、えー、大食い気が強いらしいので自分には分かりませんでしたが全く扱いが、えー、違って、えー、いました、うんえー、担任があのちょっと待ってくださいね、えー、はい、えー、担任が多分かなり古い映画だと思うんですが 天使にラブソング、あ、聞いたことありますね。っていうのがあって、その主役のゴール,ゴールドウーピーバーグさんにそっくりで、同じ日本人同士で、ウーピーさんって呼んでました。香港に近い田舎の方だったので、ハーフとかクォーターかもしれないですな。うん。どうでもいい話なんで申し訳ありません。えー、適当に、えー、スルーしてくださいね、ということですね。はい。ちょっとお待ちくださいね。はい。ありがとうございます。ね。 でというわけでねあの、そうなんですよね。結構、なんか僕もね、知らないこといっぱいあるんですので、ね、うん、でも、逆にね、僕も知らないことをあ、なんだ、みんなが知らないことを逆に知ってたりとかするんで、話がかみ合わなかったりありますよね。うん。ね、あのそういうことあると思うんですけども、うん。 ユ、はいえーとゆうのやーさん、よろしくお願いします。カブさん、今日は夕方から雨が降りましたよ。うん。そして明日は日本も寒くなるみたいですよ。3月並みの気温なしので、だいぶ寒そうですよ。ベルギーと同じですね。うん。せっかくしまった長袖をまた引っ張り出さないとですね、日本も6月が終わるまでは結構寒くなる日もありそうですね。うん。あの、本当ですね、エルニーニョの影響もあると思うんで、いろいろ天候不順になる可能性がありますね。でも、どういう気圧配置になってるんだろう。 ね寒くなる北風が吹くあるいはおお使い高気圧かな関東とかね東北の場合で寒い場合はそうなりますけど気圧配置がいまいち分かりませんねうんそしてカブさんパソコン買いに行くんですかうんそれから病院ですか忙しいですね気をつけて行っていってくださいねえー、今あはい気をつけて行ってくださいねいいパソコンが見つかるといいですねうんそれと明日は動物園ですか されるといいですね。楽しみですね。そのあ、そしてあのね。パソコンについては朗報があります。ただね、あの動物園なんですが、ちょっと用事ができてしまってキャンセルになっちゃったんですよ。なのでまた今度行きますね。まあ、いつ行けるかちょっとわかんないんですけども、動物園キャンセルなんですよ。残念ですけどもね。うんはい、パソコンはね。ちょっと朗報があるんで、あと後ほどお話ししていきます。 えー、マイク・マーティラさん、どうもです。く、えー、君、こんばんは。おっしゃる通り、名古屋刑務所はとっても評判が悪い刑務所です。愛知県三吉市というところであります、うん。我が家から直線距離で 5km くらいです。えー、昔、刑務所により、えー、囚人を革バンドで縛り上げて虐待するという事件がありました。うん、もし、事前災害などが発生して、刑務所に火災などの危険が及んだ場合は、どうなると思いますか囚人は後で刑務所に、 帰ってくることを条件に解放されるんですよ、うん、いやこれ帰ってきますかね帰ってこないと罪が重くなるそうですえつまり重罪人が放たれるということです死刑囚とかも指定集は違うかこれだけは勘弁してほしいなえベルリーの刑務所は簡単に脱走できそうに見えますね、うん、結構なんかそんな感じしますよねあの愛知刑務所であのこれ言っていいのかな肛門に水を思いっきりホースでかけて 直腸抱っこかなんかで亡くなった人いるんですよね。囚人が。知って言っちゃいましたけど、なんかそういった歴史があるらしいですよ。うん、執行猶予付きの犯罪を受けたらしいですね。うんえ。ベルリンの、あ、さて、第一次世界大戦の歴史解説の続きです。えドイツ軍がフランス国境にまで迫っているところでで,でしたね。最初に当時の各国の領土関係を解説します。えロシア帝国。 現在のロシアや、えーソ,えー、ソ連から分,、えー、分離独立した各国とフィンランド、バルト三国、現在のポ,ランポーランドの大部分と、えー、ドイツ帝国は、えー、現在のドイツ連邦と、えー、現在のポーランドの北側と西側、ロシアの飛び地のカリーニンググラード、ドイツ名ケーニヒスベルク、うん、現在のフランスのアルザス、ロレーヌ地方、ミュールーズ、ストラスブール、ナンシー、メッシなど、うん そして、えーですねで、ここが、えっ、ーえーえー、とね、仏独間の領土紛争のあるところです。1870年の不仏戦争フランス VS プロイセイン戦争の結果、フランスが敗北し、プロイセンに取られたものです、うん。これも別の機会に解説します。で中立国はノルウェー、スウェーデン、スイス、デンマーク、スペイン、オランダは、 海外からの貨物輸入のためにロッテルダム港が必要だったとで。各国の戦略、ドイツ帝国は短期決戦で兵力を西部戦線に集中、ベルギーを100万人以上の主勢兵力で通過して、パリまで包囲し、フランス軍を背後から殲滅すると。物、うん、独国境のアルダス・ロレーヌ地方は三角地帯で。 フランスがですね国境沿いに要塞を築いているので、防衛に徹す,するですね、うんで。東部戦線、ロシア戦線は、ロシアの動員が遅いことを前提で防衛に徹する。フランス・アルザス・ロレーヌ地方の奪還に燃えた攻撃,攻撃計画のみ、ここに兵力を集中、攻撃を仕掛けるのも、ドイツ軍,のよりドイツ軍により撃退されると。で 防衛計画はなしに。これが後々フランス軍の混乱のもととなる。ベルギーは中立国ということで、ベルギー国境の防衛は非常に手薄。これが後々フランス軍が苦境に陥ることとなる。うん。なるほど。 さて、話を東部平成に戻します。ロシア軍はドイツの予想に反し、開戦後2週間に二手に分かれて、ドイツ軍の2倍の兵力でプロイセン、東プロイセン、現在のポーラの北部に攻撃を始めます。えー、これは同盟国フランスの西部戦線の負担を減らすための強い要望によります。うん、ただし、ロシアの伝統的な弊害である通信の不備や にに分かれた軍の連携不足によりドイツ軍はロシアの暗号を解読しており、えーそうですね、あの動きは手に取るように分かっていましたあまりにも変わってませんねあのちゃんとできてませんね確かにドイツロシア国境地帯はマリーズ故障地帯という森と沼が広がる地域で地の利を生かしたドイツ軍は先に脅威となる片方のロシア軍に集中攻撃を行いこれを包囲し ほととんど絶させまますす、うんえー、ンンベルクの戦いい呼ばれていますなるほどですね。うん。えー、面白くもない解説でしたねあ。面白かったですよ。あの、ちょっとね、難しい部分あったんですけど短次回はまた、西部設定に戻ります。うん。結構興味深いですね。あの、うん。いろんなね、まあ、ちょっと一回で頭ちょっと入んないんですけども、結構興味深いですよね。やっぱこういう過去の戦争であったりとか、何があったかっていうのを学ぶのは大事かなって思いますよ。うん。 ベルギーは一体何してたっていう感じしますけどね。うん。はい。そしてノエルタチナさんよろしくお願いいたします。カブ君こんばんは。私の幼少期は今回は飛ばして、えー、父と母のまずいところというかこれからまずくなるところを見てしまったことがあります。 なるほど。父と母の寝室と父の書斎はドアでつなが,ドアでつながっていて私は書斎にあったパソコンを使っていました、うん、ある夜私がいつものようにパソコンを使っていてえ聞きたいことがあったんで書斎のドアを開けて寝室を見たらなんとトランクス1枚になった父が慌てふためいて転んでしまいました、うん、私がすぐに自分の部屋に戻ったら洋服を着た母が私の部屋を覗いて お父さんたら転んじゃったのよと何食わぬ顔で言いましたが翌日からパソコンは私の部屋に置くことになりましたいい年してまだやってんのと少し驚きましたけどね、うん、つまりえつまりそういうことなんですねなるほどうんなるほどですねこれはちょっとあれですねえー、ね父の小学生の頃からの友人ご夫婦と父の母は えー、仲良くなってよく4人で、えー、外出してしまいましたが父の友人の奥様によると私の父と母はいつも腕を組んで歩いていたとか、うん、あの母は恥ずかしがって私が勝手にお父さんと腕組みしていた,あしていただけたからと言いましたかぶくんごちそうさまというのは人ののろけ話を聞いた時にも使うんであっかありますよねなんかごちそうさまってなんかあの人の不幸がなんかね水の味っていうやつですよね確かうん 父と喧嘩をしているときに母が父に向かって鉛筆削りを投げていった場面を見たことがあります。危ない、鉛筆削り、他ののんじゃいけなかったんでしょうかね、鉛筆削り危なすぎですね。私にも物心がついたときに祖母と母は仲がよくて、大叔母ともいい関係でした。うん 今回ははこ,こで話をはしょります。私が登場するとカホソになっていくんで。というわけでそれまで飲まなかったお酒を母は祖母に教えました。え祖母は人を集めて宴会をするのが好きで自分がしたくなったら父のいとこや自分が可愛がっている、えー、おじさん 何かを呼んでお店でよく宴会をしていました。気がつくと私も参加していたんですが、何歳から参加をしていたのか覚えていません。えー、持ち歌がある人は祖母のリクエストで歌わされるなど、祖母は無茶振ぶりをしていますね。うん。えー、祖父はそういったことが嫌いで、どこかの百貨店で有名な、僕がか僕、住みか、か、住み会画家ですかね。僕がかっていうのかな。うん。うん えー、やみさんみ絵画家の展覧会があると見に行くような人でした。うん、私が知る限り、喧嘩をしているところは見たことがありません。えー、職場の同志と,といった感じだったと思います。えー、祖母はとにかくタバコが好きで、缶ピースを吸い、カンピース、えー、空になった缶に、えー、小銭を数えて積んでいました。ほうほう、ンピースってあるんですね。えー 祖父はお酒もタバコもやんない人でしたんで、相性は最悪。お店を畳んで、前に住んでいたお店家に引っ越すとかなり家庭内ビッグになりました。確かに祖父には無神経なところもありましたが、少なくとも、えー、祖母よりもずっと繊細で、別に誰にあげようとも考えず編み物がしたかったんで、カーディガンを編んだこと,編んだことがあり、 何気に、何気に、即に開けたらとても喜んでくれて、冬になるとずっと着てくれていました。うん。いいですね。おじいちゃん、はいい感じですね。こういった温かみが祖母には欠けてましたね。何でも自分が中心にならないと気が済まない。うん。人で、まあ、世話好きではなかったので、顔は広い方でしたけどね。父の担任の先生にお嫁さんをお世話したり、世話したり、父の 父の高校時代の同窓会をうちでやらせて首を突っ込んでいたので父と同窓の人たちの中で祖母を知らない人はいませんでした、えー、住み込みの女性従業員が徹底的になるとお見合いのセッ接近感度もしていました、えー、祖母が亡くなった時父がな涙ながらに亡くなったと祖父に報告をするとあっけらかんとそう死んだのと言いいうん 葬儀、えー、が終わりお骨とえ家を仏壇のある祖母の部屋に置いていましたが隣の部屋の祖父は気持ちが悪がって家をお寺かどっかに持っていてくれと言ったんですがそういうですね死んでからも愛称さえ良くて愛情のかけらもなかったんでしょう、うん、祖父がアルバムを整理しているところはを、えー、見てたんだろうとア,アルバムをのぞ,いてのぞき込んだら中学校低学年の父と中学校に上がりたての祖父が お揃いの性暴と制服で学習院の制服を真似たとか、立っている写真でそれを見て祖父が可愛いと言ったのはちょっと意外でした。うん、そんなことを言う人には見えませんでした、ね、から。実はこのアルバムで私は戦争を身近に感じるなのともなるんですが、長くなるんでここまでにしておきます。何でしょうかね。次回をお楽しみに。うん、気になりますね。おじいちゃんはでも優しい感じがしますね。ちょっと最初なんか、ね、トランクスってなんかいろいろこうヒヤッとする場面があったと思うんですけども。 おじいちゃんはとてもね、穏やかな方だったんでしょうかね。うん。でも戦争を短い感じうん。なんかそう、兵隊の格好とかをしてるということなんでしょうかね。続きが気になりますね。うん。はい。えー、なみ様、よろしくお願いします。 カブ君切り花用にいける水ですがたまたま三ツ矢サイダーを使用をしただけで炭酸水ならコーラもいいけど見た目が茶色いから透明でない花瓶がいいですあですね確かにコーラだとちょっと見た目が汚なくなっちゃいますね。うん、砂糖ななしの炭酸水なら、 小,小さじ三分の一杯の砂糖を入れた方がいいですね。うん。カブ君の誘引に砂糖の糖分と炭酸ガスが糖環を刺激して植物の成長を維持したり開花を促進したりするみたいですよ。これ以上のことは未だ分かりませんかねっていう面白いですね。昨日あ,、ね、あのコメント見てね三つ葉サラダーがいいうん炭酸水がいいっていうのは知らなかったんで面白いですね。あの皆さんこれ参考にできますね。うん。僕も今度切り花するときに炭酸水やってみたいと思います。 うん、でもんシュワーっていう感じでねうんうんはいではねありがとうございました一旦動画止めていきたいと思います